Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。10月24日火曜日午後10時になりました。ごめんなさい、ちょっとイガイガしてるね。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CG FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋お送りいたします。なんかごめんね、なんか喉がイガイガしちゃってるんですけど、まあなぜかというと、今日はですね、ハロウィンのね仮装をしてましてですね、王子はかぼちゃのね、上半身着ぐるみを着て、頭にまた帽子かぶってますけども、先ほどねダンサーズにね還暦の衣装みたいって言われてね、ちょっとショックになってます。滑り王子マスクマンでございます。はい、ちょっとひげが喋りにくいな、仮装しましただけども、ちょっとアラブの人になってます。ラジオ聴きの皆さんにはちょっと見えないですけれども、ツイキャスの方ご覧で見れる方は、見れるかなと思います。先日、金曜日にヤスさんのラジオに出演させていただきまして、まあ滑り王子はお留守番だったんですけれども、税理士の方がなんか同じ匂いのする滑り税理士さんでした。非常にコミスキーと今日の衣装なんですけども、今日というか今年の衣装なんですけども、メイドさんです。おう、でこれ、これなんだろうな、ねえ、キツネの、ね、このね、なんでしょうね、多分なんかついてたんだよね。例えばこうメイド喫茶にいそうな女性を意識してるとか、そんなんじゃないのなのかなこれ。多分そんな感じ、ね、一般のメイドさんじゃなくって、メイドカフェ、そっちの、そっちの、コンセプトじゃないかな。お面をすると見えなくなるので、そう上に上げました。ダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします今夜のテーマは願い。はい、今夜のテーマは願いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋あつたトリプルエイト、入居者募集中名古屋あつたトッペロン、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイトFMJG 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。
興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ名古屋。はい、ツイキャスがなんかだいぶ ね、 ね、仮想が微妙でなんかざわざわしてますけれどもだよね王子の帽子偽のっぽさんみたいだねって埼玉の郷さんが、あのね、この何よ、イヤホンつける前の状態見たらね、うんうん、王子もね、あ、ちょっとのっぽさんっぽいなと思ったんですよ、その感じがね、うん、いいとこついてるよね、うん、うねえ、まあ、なんかアンツマさんが王子は柿、確かに柿色に見えるよ、ね、なんか ね、 ね、ここから見ると顔が見えなくて、この緑のヘタがヘタに見えるから柿っぽいよね、うん、そうだよ ね、 ね、ま、なんかねでもかぼちゃなのね本当は、そう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 、まあ、まあ見方はいろいろでございますんで ね、 ねえ、うん、まあそれにしてもね、ちゃんちゃこに見えるけどね、うん、またそれ言う安さやかさん、ありがとうございます。先日番組にお邪魔しました、ウィークリーコンビニラジオにね、ダンサーズとみそにこみすき、はい、ね、ゲスト出演させていただきました、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、こんばんは、おーハロウィンって、そうですよ、今週安さんの仮装も楽しみにしてます。安さんの番組、はい、私出てなかったんですけど、かなり、はい、うん、いろんなことを言っていただいてですね、そうそう、アピールしていただいてですね、うん、はい、だいぶ好感度が上がったっていうね、そんな感じですね、関東方面にねどう、うん、違うんですよ、え、違うの、王子の、うん、王子いないから安心してたんですけど、うん、税理士のね方がとっても滑り税理士で山中さんがね、うん、山中さんが滑り税理士でしたっていう結論、結論から言うと、 あなたと同じ匂いだった、あ、そう、うん、ということはですね、私とその、ね、滑り税理士さんがお話すると、はい、まあ、ナチュラルな会話ができるってことですね、そうすると、いや、それは無理でしょ、え、だってね、税理士先生もですね、はい、滑ってないって言ってましたもんね、そこが同じだね、だって私も滑ってないですよ、だからまあ普通のこう、うん、まあ、なんていうの、居酒屋でね会話してるような感じのね、うん、まあ、とてもナチュラルな話でね終わってしまって、別に面白くもないかもしれないですね、うん、王子滑ってますあ、そうなんです、そしてこの交換音を名古屋に置いてきてしまったんですけれども、はい、安さんがちょっと残念そうにされてましたねあ、ただ一部残ってましたね、あ、一部ありましたっけ、一部ありました、うん、でも、うん、あれリアルのね、生ポン出しじゃないですけど、生安さんの、ね、ツッコミを聞けたので満足です。え、それは王子に対してじゃなくて、はい、うん、山中さんに対して、山中さんに対してですね、でしょ、はい、うん、山中さんにはそれが滑ってるんだよっていうことは教えてあげましたけど、あ、でも多分あれでしょうね、うん、そう言われてもですね、うん、ピンときてないでしょうね、うんうん、やっぱりそこがねお二人共通するところです。え、いやそれだけど普通なんですけどね、はい、私とね、うん、山中先生にとってはですね、うんうん、だから山中先生心配しないでください全然問題ありませんので、うん、それに対してですね、はい、落ち込むとかそういうことはしないでくださいね、お黙りもうなんかね、仮装に対してのツッコミすごくてですね、はい、なんかだんだんなんかのっぽさんとかってなってるし、はい、でもさ、うん、のっぽさん知ってるってことは、うん、年齢高いよねもう年代バレますよね、沖縄大好きさんがのっぽさんに見せたいクオリティとか、かぼちゃののっぽさんとか、 あとでもね、ヒカルさんが王子イケてるってでしょ、うん、結構ね、こういうかぶり物とかね、はい、似合う方だと思ってますよ。でもペーターさんが、うん、怪しいオレンジって、怪しいオレンジしかも
フェイダさん、かぼちゃなら縦じま入れなきゃって。ああ、そういうことですね。まあそこまでのクオリティがなかったでしょうね。なんか活気じゃないよね、これ何だろう。いや、だからかぼちゃでしょ、うん、これかぼ、これ みかんにも見える。これ皆さんこれ見える、あのなんかね、ファンツイキャスでご覧の皆さん、うん、立ち上がらないと多分見えないね、うん、これ特有の、一応ね、かぼちゃのね、うん、顔がついてるのね。そうそうそう、お化けの顔がついてるんだよね、うん、ついてるんですよね、うん、そして埼玉の郷さん、マリオじゃありません。あ、ひげがね、ちょびひげがちょっとそんな感じかな。あで、みそさん、で、見てこりゃって言ってみてくださいって、だからスキャットマンジョンあ、そうそうそうスキャットマンジョンやってほしいな。いや、なんかここは本当は顎にひげがいるんかなって思ったんですけど、うん、なんかね、ちょっとそこまでやるとなんかどうなんだろうって思って、中途半端にやめたらなんかのっぽさんですよね、確かに。のっぽさん、え、のっぽさん、のっぽさんじゃない、のっぽさん、間違えた、マリオみたいだよね、びっくりした今。間違えた。あのね、先ほどまでね、こう下ひげがあったんですよ、みそちゃんね。そう、あるある、しゃべってるうちにね、ひげ、うん、がくしゃくしゃになって、なんかノリがついてるみたいだった。どうしても動かすからね。本当、ね、うん、びっくりしたもん。なんか下下顎になんかノリがついてるよと思ったからね。難しいです ね、はい、うん、スプリームさんが、おこんばんは、運転中のため数眠しておきますって。あらまあ、うん、あ、そして安さんかさん、王子と兄貴は同じ匂いがしますって。あ、あ、やっぱりいい匂いでしょ、匂いはね。あれ、それ言ってんじゃないの。あ、ほら、あんつばさんがのっぽさん知らないって。ほらほら、でもね、のっぽさん知ってる年代はね、何歳ぐらいまでですかね。沖縄大好きさんが、ワクワクさんで育ってきました、のっぽさんは NHK の番組特集等で知りましたってことは、リアルタイムののっぽさんは知らないってことなんですね。できるかなって ね、 ね、あ、のっぽさんの後にワクワクさんなんだ。え、それ滑ってるの。そうなんですね、はい、あ、そしてですね、ダンサーズが実は21日に誕生日なんですよ、はい、うん、そしてですね、だったんですね、はい、でヒカルさんが、うん、さあみんなでダンサーズさんへの誕生日のお祝いコメントとして、王子をおだまりさせましょうって。どういうこと、おだまり。え、あのダンサーズのお誕生日のお祝いをした方が、それはマイク切ればいいのかな、あ、っていうことかな、これが一番のプレゼントなのかな、はい、あ、そういう意味ね、はい、何のあれをしたらいいのかなと思って今考えちゃったもん。朝1分ぐらい切りましょうか。それはダメですね。はい、ね、じゃあはい、まだね、そろそろメールをいきましょうか。先週のメールがね、いつまだ残っております。あれ、そうだったの。あ、本当だ、なんと。じゃあ忘れ物のテーマ、先週のテーマで紹介したいと思います。キー名古屋の皆さん、こんばんにゃ、こんばんにゃ、読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。今週のテーマ、忘れ物。僕は3つ以上のものは覚えることも所持することも苦手です。必ずと言っていいほど1つ忘れます。例えば3つ以上の買い物をするとき、メモをしていかないと必ず1つは忘れます。また出かけるとき、カバン、水筒、財布の入ったカバン、そして傘なんかを持とうとすると水筒を忘れたりします。3つ以上の買い物をするとき、メモをしていけば良いはずなのに、めんどくさいということで記憶していくわけですが、覚えられませんということで、あ、覚えきれませんということで。王子、しょっちゅうですよ、そんなの、うん、本当にしょっちゅうですよ。いや、私もそうかもですね。で今の買い物の、ね、話ありましたけども、ね、行く前にですね、あ、これとこれとこれ買おうかなと思うんですけども、うん、なんか一個忘れてるんですよね。忘れますね、俺って、ね、なんでかなっていつも思うんだけど、うんうん、でふとした時に、もう買い物終わってからですよ、うんうん、あれ買うの忘れたみたいなね、うん、あります、うん、あります。でもあれなんじゃないですかね、どうしてもそれが必要なものとなると、うん、ね、覚えてるかもしれないですけども、うん、またちょっと違うね、まあその時ついでに買ったらいいなと思うぐらいの商品だと、うん、忘れちゃうかもしれないです ね、 ね、どうしてもその時に使うとかいるっていうもんだったらね、うん、必ず買うと思うんですけど、昨日はね、まあ、私は牛乳ともやしを買って、うん、ヨーグルトを買い忘れました。うん、そして今日はヨーグルトを買って
て帰ったけど、うん、サランラップ買えばよかったなって思いました。あでも買う前にそう思ったんだよね、サランラップ買おうかなって、うん、忘れた、うんうん、まあそんなことは、はい、まあ、いつでありますよ、ね、はい、続いてですね、今週のテーマでございますね、またまたあれですね、まあ、王子にいろんなこと聞いてますね、はい、ダンサーザミソさん、摩擦抵抗ゼロエクセレント滑り王子、リスナーの皆さんこんばんは、シュープリームです、ありがとうございます。この冬はエルニーニョを超えるスーパーエルニーニョ現象の、影響で、暖冬になるとか、ただでさえ昨シーズン2022年11月から2023年5月は暖冬気味で、うちのスキー場はゴールデンウィークまでの、営業予定が4月末でクローズド。あ、早かったですね。早い、うん、今シーズンはフル営業ができるように土日のオリオン座流星群の流星にお願いをしてきました。いいですね、なんかおしゃれじゃないですか。と言いながらこの次のね、一文がね、はいはい、うん、ちなみに王子の願い事は同伴出勤を卒業して展開デートだっていうのは本当ですか？、うん、その通りですね。あの王子ね、あの皆様よくこういう風にね、あの、はい、まあ、お酒飲むところのこう女性のところので王子同伴してんじゃないかなっていう風にね、うん、あの思ってらっしゃると思うんですけども、うん、王子一度も同伴したことはございません。おう、うん、それはなぜかというと、うん、まあ、例えば食事とかするじゃないですか、そのね、はい、お店に行く前に、はい、あのお店に戻るっていうそういう作業が好きじゃないんですよ。お、うん、だからプライベートの時間でね、あのゆっくり過ごしたいなっていうふうに思ってる方なもんですから、うんうん、やっぱりねこの展開デートいいじゃないですか、うん、ただ展開デートに誘っていただけないんだよね、誘っても、うん、あの大体 NG ですので王子の場合は、うん、うん、ね、そういうふうにしたいなと思ってもちょっと時間がないとかね、うん、もう早くあのアパートに帰らなきゃいけないからっていう、終わりです、はい、終わりです、はい、ありがとうございます。メールいきます。ヤンポーさんからです。ダンサーさん、みそにさん、滑りすぎてどのお店からも出禁を食らった王子、こんばんは。こんばんは。こんばんは。出禁はまだないな。願いとなると真面目になってしまいます。願いはただただ貧困家庭が少しでも楽になって平和な社会になることです。一人でも不幸と思う方を世の中からなくすことが一番の課題ではないでしょうか。給付金で本当に苦しんでいる方に支出するべきだと思います。 SNS で一律給付金を求めるポストを見かけますけども、一律給付金ではなく本当に食べるものに苦しんでいる方に支出することが貧困家庭をなくす一番の近道だと僕は思います。もちろんすぐには貧困家庭がなくなるわけにはいかないと思いますけれども、多少の救いになると思います。そして裕福だから幸せとは限りません。いじめなので不幸を感じている人も少なくはないと思います。地域と行政、警察、教育現場での連携を図り、自殺者をなくすことも考える必要があるかと思います。昔のいじめと今のいじめでは全く違います。 SNS という卑劣な誹謗中傷によるいじめは顔が見えません。だから立ちが悪いんです。そのいじめも警察の方では頑張って働いていると思いますけど、後からどんどん増えてくるので何とかする必要性があるかと思います。長くなりましたということです。うん、でも本当にそうだよね。ね、うん、本当ですよね。うん、だからまあ、ね、あの今もですね、首相がですね、うん、まあ、経済といってね、いろんな風にね、まあ、頑張ってくれてるとは思うんですけども、うん、なかなか国民にね、いろんなところのね、がこう支持されてないようなね、報道がされてますけども、まあ、なんとかですね、日本国民がですね、まあね、最低限のね幸せをね、あの掴めるような形にしていただきたいなというのは思いますね。うん、まあ、実はですね、うん、あの今日仮想、まあ、アラブなんですけども、やっぱり今ね中近東の方もとてもねいろいろな問題が、うんうん、というか、まあ、以前からの ね問題もすごく根深いんですけれども、まあ、そんなことを思いながら、うん、まあ仮装はしたんだけどどうなのかなっていう複雑な思いでちょっとね、うんうん、まあ、それはありますね。一番ね平和に向かっていくことが一番ですけどもね、うん、まあ、そのもちろん日本もそうだし世界もそうですし、やっぱりね、平和な社会っていうのは一番だなっていうのは強く感じますね。
はい、はい、そうです、ヤンポさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、大地味噌さん、ダンサーズさん、お久しぶりです。あ、ダンサーズさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。こちらの方はどなたでしょうね。秋ですね。アンジェラ秋の歌が恋しくなる季節ですね。アンツバです。はい、ありがとうございます。アンツバさんからね、お誕生日のね、このメールでございますね。なんか一言言ってあげて。ありがとうございます。ああ、それだけで、ね、ん、ああそんだけなの。ああそんだけなのね、わかりました。来週にはまたまた年を取ってしまう自分ですが、今の願いは結婚ですかね。ということは来週アンツバさんお誕生日ね、来週にはまたまた年を取ってしまう自分ってことは。そうですね、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。何日かな、うんうん、はい、王子、誰かいい人いたら紹介してくださいって。あのね、はい、王子のお友達は年齢層高いですよ。うん、うん、だいぶね、よく言われる。そうですよね、あんつばさんから見たら、うん、年上ですよね、間違いなく、うんうん、あ、でも途中でね、本当はみそさん誰かいい人いませんかって。いやごめんなさい、みそ煮の周りもいいですかね、熟年ですけど。美魔女がいますよ。あ、美魔女、うん、独身の方はいますけどね。ねえ、どうなんでしょうね。まあ、何歳まで OK なのかなっていう、ね。あ、そうそう、どんな方がね、よろしいのかね、また教えていただけるとね。詳しくちょっと教えてください。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、そうです、ヤンポーさん、先ほどヤンポーさんのメールをね、はい、ご紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。はい、あ、ヤンポーさん、個人的な業務連絡ですね。このタグを見た人は黙って猫を張るの引用したけど見ました。はい、猫っていうテーマでドラえもんが貼ってあったから、あ、猫だなっていう風になるほどって思いました。はい、すいません、個人的な連絡事項でした。はい、はい、続いてのメールですね。はい、キウナゴヤの皆さん、こんばんは、岐阜の9人のバーバーです。ありがとうございます。昔宝くじの当たり目を見ると、宝くじが当たると読んだことがありました。ほう、うん、そして見たい夢を書いて枕の下に入れておけばその夢を見る、とあったので、10年前から枕カバーの中に宝くじの当たり夢を見たいって書いて入れてるけど、宝くじの当たる夢は一切見ませんね。あ、入れてるけど見ないってことですね。宝くじ高額当選したら娘ファミリーのいるアメリカに行って孫たちとしばらく過ごしたいな、これが私の願い事です、ということでございます。いいですね、またこの、娘さんがね、アメリカにいらっしゃってね、なんか、なんちゅうのこういうのってな、パラダイスって感じなの、そういう感じでもないか、ね、どういうこと、なんかね、こうアメリカでこうちょっとしばらく過ごしたいなってことをね、こちらに紹介してもらってますけども、王子なんかね、はい、もう向こう行っちゃうとね、まあ、はい、どうでしょうね、まあ、今またね、王子野球好きですからね、いろんな日本人の選手がね活躍してね、各球場に行っても、それがやったらね、できるんだったらもう本当に、王子の気持ちはもうパラダイスって感じなんですけども、またそれとは違うんだよね、ご家族と過ごすってことでしょうね、うん、今日も冷えるわね、これよりかですね、こう枕元にいろんなものをこう置いて、置いとくっていうかね、枕の下に入れとくって、うん、結構聞くことありますよね、なんかそういう願い事をね、実際されたんですか。いや、してないです。あ、別になんか入れるものが別にございませんので。あ、ないんですか。ないんですよね、でよく神頼みというと、その、いや、神棚っていうのがよくあるじゃないですか、お祭ってあるね、はいはい、ああいうところに宝くじをこう置いていらっしゃる方もね、テレビで見たことありますけども、まあ、あれね、私見たんですけど、あれやってる方当たった試しないんじゃないですか。ですよね。でもね、宝くじ当たった高額当選の方ってあんまり公表しないっていうかね、誰が当たってるかって本当は分からないですよね。前ね、テレビでやってたんですけど、当たった人、はいはい、特にその神棚とかそういうのが、特に何もしてないみたいですね、まああれも時の運なのかな、みたいですね、まあ買ったね、
場所時間とかね、うん、総合的にねたまたまじゃないと当たりづらいような気がしますけど、ただなんかねあるのは買い続けてるっていう人。ああそうですね、あなるほどね、これは 共通してあるみたいな、うん、まあ、そうですよね、買わないと当たらないですからね、うん、まあまあまあそういうことかな、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。高坊さんがこの世から花粉症がなくなりますように、どれだけの人が苦痛から解放されることか、杉の木だとか粉塵とか言われてますが、この現代病は医学の力で花粉と言わせてほしいですねって。うーん、いい感じですね。お黙り。最近みんなね、別にあの王子のこのトークが映ってるわけではないと思うんですけども、はい、うん、なんかね王子が聞いててもね、はい、もうコメント滑ってるよねって思うもんな。ね、いやいや、あなたの滑りは特別ですよ。え、あなたよりはね、あ、うん、特別、特別です。あ、そうなんですか、はい、まあ、まあそういうところで、まあ、うん、次のメールご紹介します。はい、はい、次のメールはですね、はい、王子の滑り介護士、まあ、これ美奈子さんですね。すごい介護していただけるのね。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ダンサーズさん、ありがとうございます。今日の調子は絶好調ですか、みそさん。あ、なんか今ねもうちょっと一気に滑ってちょっとテンションが下がりかかっちゃった、ごめんね。あ、滑ったのね。王子じゃないよ。王子でしょ。王子が滑ったの。みそちゃんが今滑ったっていうあれじゃないの。違うよ。違う、王子の滑りで冷え込んで、あの調子はどうですかってやるとき、調子がちょっと下がり気味になってきたかなって思っただけですよ。次の一文は素晴らしいですね、はい。今日も滑りまくってね、ほら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 、滑りまくってねって、まあ、滑りまくってね、まくってねって言われてますよ。滑りを応援してますよね。応援されてる。ただね、美奈子さんね、うん、あの、はい、王子どこで滑ってるか全くわからないんだよね。うん、あのよくね今日も言わせていただきますけども、はい、まあ、王子のトークはですね、はい、クラシカルで、ね、アカデミックなトークをね、はい、もういいです。もういい、あ、もう聞いちゃった、うん、はい。じゃあ続きお願いします、はい。実は私、はい、高校入試の初日に試験会場の教室担当だった高校教師に一目惚れの初恋でした。お、あら、若くて爽やかでスーツが似合って、私の席は教壇の真ん中の先生が立つ場所の向かい。先生はそこに椅子を置いて座りながら周りを見たり、時には立ち上がり教室内を一周歩きながら生徒を一人一人見たりしていました。教室に入ります席に座り、先生を見てすぐ爽やかで、合格したらこの先生に当たりたいと、一瞬で私のハートは先生から狙い撃ちされました。ああ、そう思って、あら素晴らしいですね。合格発表の時は、合格と知った時、先生が担任か教科に当たりますようにと、毎晩夜空に両手を組んで願いを込めて祈っていました。あ、でもそれぐらい思い入れがあったんですね。結局私は1組、先生は5組からの数学担当だったので、かすりもせず、しかも3組と4組の間に渡り廊下があったので、一番端の教室だったので、授業の始まりと終わりの時、1年生のクラスの廊下を歩く先生の姿を拝めることがありませんでした。畜生。あら、ね、入試の畜生、うん、畜生出ましたよ。神戸大夫みたいな、神戸大夫、神戸大夫は畜生、これでしょ。ちょっといい感じじゃない。あ、 いい感じ ね、 ね、うん。入試の願書に音楽専攻しなかったら拝めたのに、仕方ないので職員室から近い進路指導室に1年から毎日のように全大学や会社案内の資料を見に行くふりをして、見に行くふりをしていたら、1年生なのに熱心だねと進路指導部の先生から褒められました。あ、先生を見るためにね、あの進路指導部に行ったってことだね。たまに爽やかな先生も進路指導室に来ていたので、今日もいるね、入学してすぐ卒業後のことを考えることは、素晴らしいことだよと優しくニコッとしながら話してくれたり、この大学はこんな大学だよ、僕の高校の同級生や先輩、この高校から去年合格して今年の4月から入学した先輩もいるんだよと優しく教えていただきました。結婚したかった。ああ、先生と結婚したかったんだ。
あら、うん、うん、多分奥さんはいると思うんですけど。ああ、その先生と結構、美奈子さんの旦那様を知ってるだけに、なんとお答えしていいのか。あ、でもいいじゃない、あの高校の時のね、この淡い思い出ですもんね。ああ、そうかそうね、長文でごめんなさい、つい思いの丈の文章で打ってしまいました。そりゃそうじゃないですか。なんかこのメールを見る限り、この思いを感じますね。でもさ、それだけ爽やかなイケメンで、若い頃の石黒健がニコッとした顔つきで、髪の毛は真ん中分けで清潔感もありましたよってことでございます。あ、かっこいいじゃないですか。なんかね、かっこいいですね、うん、あの私想像しちゃった、うん、あの昔のねトレンディードラマに、ね、出てくるようなね、そんな感じでございます ね、 感じ で、 すね、うん、でも昔ねよくあの、こう先生のね、ドラマってよくありましたもんね。ありました、だからイメージが湧きますけどもね。ありましたね、学園もの、うん、多かった多かった、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。メールいきますね、はい、お久しぶりです。ラジオネームマロニゲです。ありがとうございます。ご無沙汰します。地元沖縄県名護市は雨が降っておりますよ。名古屋はどんな天気ですかって。今日は晴れてます。今日晴れてますよね、秋晴れのいい気候ですよね、うんうん、はい、テーマ願い、明日10月25日水曜日は5回目のワクチン接種日です。おお、毎回打った後に副反応が出るんですよね。そこでマロニゲの今の願いは、明日ワクチン接種後に副反応が出ませんようにって願いかな。皆さんはワクチン接種後に副反応出たりしますかっていうことで。うん、出ましたよね。王子3回しかやってないですけど。あれでも王子そんなに出てなかったよ。あと1回目2回目は何にもでしたね。でも3回目は、3回目はね、あのやっぱり微熱出ましたよね。で体もだるくなって、あ、これが来たんだなと思いましたけど、1回目2回目が本当に何もなかったですので、うん、まあ、3回目もね、まあ、大したことないかなと思ったんですけど、うんうん、やっぱりあの、普通の人間でしたね、うんうん、ちゃんとそういう副反応出ましたんで。いや、私は本当に毎回熱が出て辛いのでね、うん、嫌ですね、うん、そうそう、やっぱり副反応結構ひどい方かな、うん、これ今のメールはあれコロナワクチンの接種のことですよね。あ、そうだって5回目だからきっとそうですよね、はい、うん、そうですよね、インフルエンザではないですよね、うん、きっとね、うん、でもねインフルエンザも流行ってますよね、もう名古屋の方は、ね、流行ってますね。そうなるとこのインフルエンザのワクチンも打った方がいいってなるとね、うん、でも私ね、うん、インフルエンザのワクチンを打って、その年に A 型と B 型ダブルで2回かかったことがあるんですよ、うん、しかも、うん、インフルエンザのワクチン打った年ですよ、うんうんうん、なので、でもまああれなんだよね、まあ、あのかかったとしてもまあ軽く収まるって軽いですか ね、 ね、うん、結局しんどかったですけどね。まあ確かに高熱が出るのがちょっとだけ、うん、抑え気味だったのかなと 今思えば。でもその打った年に A と B 両方なるってすごくないですか。だからそれでちょっとトラウマになってました。いただきやすい体質なのかしらね。え、なんでしょうね、うん、あのね、ダンサーズね、はい、あのカウボーイさんがね、はい、副反応が出ないのは若い証拠って話ですよね。僕は4回とも出なかったので出なかったけど、年老いてるんだぞって。うん、うん、ということは、はい、あれでもあれ本当、うん、まあいろんな話ありますよね。うん、私は3回なんですよ。うん、いやー、もう1回目の時からすごかったですよ。うんうんうん、もう 1回目はあの連続でやりますよね、確か。はいはい、あの時はもう体中が痛くなりましたよ、ね、うん、だるかった。でやっぱり熱出ました、うんうんうん、熱出るとやっぱり体だるくなって関節も痛くなりますもんね、うんうん、あ、ヒカルさんがワクチン5回やって副反応出たよ、椅子に座ってワクチン打つの苦手だからベッドに横にならしてもらい打ったよって。あ、あ、でも沖縄大好きさんもワクチン3回目で高熱になって3日以上仕事休んでましたって。あ、やっぱそうね、やっぱりそうですね、3日ぐらい確かに本当苦しかった覚えがありますね。うん、まあいろいろこうね、いろいろね、また個人差、ヤンポーさん俺も不可能なかったって言って、うん、ね、本当全然ないかと見るから難しいですよね。そうそう、うん、何が、まあ、まあでもあれですよね、この男は滑り筋のが強かったんじゃないですか。そう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 、うん、え、
そうそう、コロナワクチンよりも滑り切るのが勝ったねって確か最初の頃言ってたもん ね、 ね、そうやってね、うん、それはいや王子それは全くわからないんだけどね、うん、まあコロナより滑り切りが強いとよく言われますけども、うんはい、うん、言われますけどもね言われますけども、うん、それはどのように分かったのっていう、ね、うん、それが知りたいぐらいです ね、 ね、そうそう、沖縄大好きさんがツイキャスで、はい、ダンサーさんハッピーバースデーの後の歌 が、はい、多分これ何かの歌なんですよね、うん、おめでとうれ君のために笑いたいよ、うん、あれかな、コメコメクラブかな、ね、違うか、いやもうそんなシャレた歌がわからないですからね。はい、おめでとうれかな、はい、はい、ということで君の、あ、はい、歌ってるよ、はい、いやいやいや、かな、はい、ちょっとメロディーをかけてた、はい、はい、ということで、はい、ごめんなさい、はい、CM でーす。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合、ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や、那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キウナ名古屋。名古屋は栄養コーナーでございます。ちゃん、うん、名古屋栄養コーナーなってるよ、38分から。あ、そうですか。じゃあ、はい、ちょっと違いますね。大丈夫、これ間違ってましたね。はい、じゃあ仕切り直しましょう。はい、行きましょう。名古屋は栄養コーナーですね。今日は伸ばすね。いや、先週も伸ばしたよ。あ、そうですか、うん、あのね、うん、やっぱり王子の、ね、願いはですね、はいはい、ね、この名古屋地区のね、我が中日ドラゴンズのね、はい、優勝を願うんですけども、うん、もう過去、もう今年もね、去年もですね、うん、最下位でございますよ。なんですよね、散々たるようですよね、もうね、応援
してるんですけども、どん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 ね、あの王子の心も折れてですね、ね、いつになったら上昇するんだろうっていうのがね、思ってましたけどもね、最終的にはまたあの再開ということで、まあ、来年こそはと、立浪監督もね、まあ、続投するということでですね、来年も指揮を取られるのでね、頑張っていただきたいなっていうのがね、願いでございます。まあ、みそちゃん何かある？願いですか？いや、願いはですね、やっぱり今はね、そのオフ会がね来月にございますので、それが無事に成功することを願っています、というわけで告知です。はい、はい、あれ、あ、ダンサーズお願いします。はい、はい、来月11月17日金曜日夜7時半からスタートいたします、キウナゴボウというオフ会になります。ゲスト MC としてきんぴらごぼうさんお二人お越しいただきます、はい、そして我々3人ももちろん登場いたします、はい、場所は名古屋になります。で、まあ、あのこちらですけども、あのチケットの販売もうすでにしております。はい、お値段5900円となっております、前売りは安いですね。当日が6500円になります、はい、でこちらですね、今あのツイキャスご覧の皆様、はい、QR コードが見えてると思います、はい、この QR コードをお持ちのスマホで、スマホのカメラを起動して読んでいただきますと、パーンとフォームに飛びます。おお、本当に飛ぶんですかこれ、はい、飛びますので、ぜひこちらでお申し込みをいただければと思います、お支払いは当日お支払いとなりますので、よろしくお願いいたします、よろしくお願いいたします。はい、でその願い、私願いですけど、この急なごぼう、すごい願ってるのは、飛行機です。飛行機、はい、はい、というのも、きんぴらのお二人が無事その飛行機をのにの搭乗されて、名古屋に到着していただけるかどうかというそのことを願っておると。本当ですね、まあ、飛行機のトラブルもさることながら、はい、ね、無事に飛行機空港でこうチェックインして搭乗していただけるかどうかもちょっとドキドキしますよね。しますね、はい、そこですね、はい、はい、一応空港へ迎えに行こうとは思っております。妻さんがチケット間違えるからなって、はい、そうそう、購入してね、日にちを間違えたみたいですけど、はい、あの私が手配いたしましたので間違いないです、はい、もう確認しております。なのであとは無事にちゃんとね、その、はい、指定の便に乗っていただけることが、はい、まあ、それで乗れなかったとかって言われても、ね、まあ、知りません。いや、やっぱりね、オフ会、ね、せっかくこういった、ね、機会、ね、まあ、お二人も、ね、いろいろライブの予定とか地方に行ったりとか、ね、あの、まあ、お仕事、通常のお仕事も忙しいので、最近はね、やっぱりこういろいろ舞台もありますし、はい、ね、あのせっかくこうスケジュール合わせてこういう企画があるので、ぜひ、ね、成果、はい、ね、こう成功することに乗りたいですね。そうですね、ね、はい、はい、多分、王子はなんかそのオフ会について何か言いたいことありますか？オフ会はですね、はい、まあ、まあ、私のね、はい、この姿を見ていただいてですね、はい、まあ、いつものですね、あの疲れを癒していただいてですね、あの楽しくね、皆さんとトークしたいなっていうのは思いますね。まあ、これはどういうトークを？いや、これはもうだからね、まあ、先ほども言ったじゃないですか、はい、もうごくごくね、はい、普通の会話ですよ、はい、あのたわいもない会話で結構でございますんでね、まあ、ただそこにですね、皆様がどのように感じるかっていうのはね、お任せしますので、ただあのね、滑ってるっていうのはまず感じないと思うんですけど、やっぱりね、生でね、こう私と対話していただきたいなと思います ね、滑ってるっていう感じはないと、だって滑る話しないもん。もう終わりです。あ、もう終わり。あのね、今あの、はい、ヤスさんの声聞いちゃったけど、はい、この時ってあれですよね、ヤスさんの番組も。ああ、そうですね、そうなんです。そしてですね、そうなんです、実は金曜日ということで、はい、まあ、ヤスさんももちろんあのこのオフ会にあの出席いただけるんですけれども、はい、その後、このオフ会終了後に、はい、なんとヤスさんが名古屋から、ね、あのウィークリーコンビニラジオを放送します。あの
これってあのウィークリー滑りナイトじゃないの？いや勝手に滑りナイトしないで、はい、勝手に名前変えてください。ちゃんと番組タイトルは、はい、やっさやかのウィークリーコンビニラジオですよ。あ、そうだったの？そうよ、俺ウィークリーあの滑りナイトかあのできるんかなと思って。今日も冷えるわね。あ、そしてヒカルさん、オフ会は、はい、ゲームなどはありますかということですけれども、抽選会、お楽しみ抽選会があります。抽選会があります。そしてきんぴらごぼうのお二人がね、あのネタの披露もあるということですので、ネタもやっていただきます。楽しみにしね、はい。そして、あ、安田彦さん、いつも番宣ありがとうございます。オフ会楽しみにしております。え、滑りないとって、まあ自然にその流れになりますから、ご心配なく。おだまりで、あの沖縄大好きさんが番組名がまるで安さんが滑ってるみたいやんって、はい、だってなんかすごい語呂よくない？え、あの安さんに謝りなさい。もう、え、もうじゃ、しかも直接謝って、もう来月、はい、え、そうなの、はい、じゃあまたね、お顔を見た時にですね、はい、うん、まあ、あの当日皆さんね、あのお楽しみにしてください。はい、うん、ということで、はい、ペーターさん、はい、滑ったらそのまま舞台袖でということで、はい、金融、はい、名古屋、はい、オフ会あります、はい、11月17日金曜日19時、うん、会場19時半開演、うん、会場青森王国名古屋市中区栄でございます。はい、はい、ということで名古屋は栄養コーナーでした、うん、はい。はい、メールご紹介します。はい、お願いいたします、ダンサーズさん、みそさん、すべり王子マスクマンさん、こんばん名古屋。名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。メッセージテーマ、これ家内っていうの、あのね、口書いて隣に字を書いて、これかな、かな、これか、叶えるっていう字だよね、うん、でこれ叶いって叶いですね、ね、叶いではなく願いそうだね、はい、うん、今日は願いですよ、メッセージテーマ、はい、うん、願い、うん、とりあえず宝くじ当てたい、痩せてかっこよくなって彼女作りたい、みんなそう思ってるよ、うん、でもやっぱりそうだよね、宝くじには当たりたいし、自分の容姿もね、ちょっとでもかっこよくなりたいなっていうのはね、うんうん、この王子でも思ってますからね、ほうほう、そりゃそうさ、うん、ほう、あのやっぱそういう感覚ない？痩せてるってこと、じゃあ痩せた、まあその身なりがですね、例えばですよ、うん、はい、毛が細くなって地肌が見えようともね、はい、うん、ちょっとね一番今自分が気にしてることを自分でほじくったでしょ、ちょっと植毛したいなとかさ、いろいろあるじゃん、はい、ね、顔でこうちょっとね垂れ気味になってるとか、ちょっとこうね、うん、パツンとしたいなとかさ、うんうんうん、ね、そうしたらね、あの、全国の女性にモテるんじゃないかなとかさ思うじゃ、ね、思うでしょ、何植毛したいんですか、じゃあ食事が、あのね、はい、今日遅くなってさ、はい、こう頭洗った後に、はい、すごい地肌がね、はい、見えるんですよね。あ、頭洗う時毛抜けます？毛抜けますよ。どのぐらい？どのぐらいで難しい？いや、でもそんなにたくさんではないんですけど、うん、やっぱりね、あのもう毛の一本一本がね、こう細くなってるんですね、うん、あ、本数じゃなくて、うん、毛の一本一本が細くなってるから、うん、ボリュームが出ないってことかな。そうそうそう、であとね、ペタッとするとこの地肌がこう見えるじゃないですか、うん、あ、はい、うん、その地肌のね、このあぜ道がね、結構ね大きく見えるんですよね。結構あの湿気の多いところはきついですね。ペッターとなる、ね。そう。もうね、あの髪の毛に腰もなくてね。はい、うん、あのワカメがね、髪乗ってるようになっちゃってるから、ね。ワカメみたいになってる。ペタッてなっちゃう。ワカメっていうか、湿ったノリみたいな、ね。まあまあ一緒ですね。そんな感覚ですね。はい、うん、まあいろいろね、願い事はございますけどね。沖縄大好きさんが洗い方を改善すれば髪の毛は抜けないらしいです。あのでもね、ソフトに一応ね、あのマッサージをね、うん、あのこう YouTube を見ながら、あの、こう研究しながらやってますけどね、はい、うん、なかなかね、あのねなかなか思うよ、あのそんなにゴシゴシもうやってないですよ、あ、うん、こうソフトにやってますけど、ヒカルさんがね、女性から聞いた話によりますと、はい、スーツにネクタイ姿は普段より7割増しに見えるらしいですって。あ、もう王子スーツで歩いて
え、もし着ないよね、あなたスーツ。いや、スーツないもの。あの観光素材が今だからいいじゃない、スーツ姿で歩いてたら7割増しになる。そうだから、あ、まあだからね、王子の魅力が7割増しになりますよ。あ、そういうことね。はい、まあ、じゃあメールお願いします。はい、そうですね、はい、うん、銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私にとって願いを絶対に成就させたいことは2つあります。51歳の私は未だに彼女がいないので、念願の彼女をゲットして今まで越えられなかった壁をなんかみんな彼女欲しいって感じだよね。越えることですね。はい、今まで数少ない機会で女性と食事や映画鑑賞などのデートをやっていい感じの時がありましたが、あともう一歩のところで成立することができず、今に至るまで壁を越えられない状態でいます、ね。あとはラジオ番組のパーソナリティの話通り、どんな人でもいいも悪いもプラスマイナスゼロの生じ合わせの人生になっていると言っていたように、宝くじで絶対に高額当選することですということでございます。生じ合わせが宝くじの高額当選なのかな。うん、ねえ、いや他の帳尻合わせ、もっといい帳尻合わせがあるかもしれませんよ。でも希望、でもね、皆さんでもそういう希望ありますよね。うんうん、やっぱ彼女が欲しいとかさ、うん、やっぱりそれにはやっぱりね、ちょっとお金も必要かなと思うと、ね、宝くじ当たらないかなって大体みんな言いますもん。ですかね。ね、はい、先ほどいじめについての話がちょっと出たので、はい、匿名でいただいてます。はい、私が高校1年の時の担任と28年ぶりに会って、今の学生にいじめについて話してました。中学や高校教師は担当教科が違うので、このクラスが終わったら次は別のクラスの授業だから職員室へすぐ行くため生徒一人一人の様子は見れないとのこと。小学校なら教師はずっと教室にいるから観察ができるけどと困っていました。しかも放課後は教師はテスト作成や採点、事務作業など各教科の先生方や各学年の担任、副担任とのミーティングがあるからいじめを見つけるのが難しいらしいですということです。うん、なかなか難しいですよね。またあのね、うん、SNS、 先ほど言ってた SNS じゃないですけど、やっぱり表面に見えにくくなってますよね、今の時代って。でね、うん、あのまあ、言葉的にちょっと悪いですけど、こう陰湿な、ね、あの形でというと、こうなんていうのかな、こう、皆様の前で堂々とね、そういう物事を発するわけでもなくてね、はい、うん、まあ、ね、人目につかないところでとかね、うん、なかなか難しい。これはやっぱりあれですね、あの今あの年齢的に若い学生さん以外のね、うん、まあ、職場であったりとかもね、そういうことがね、ありますので、うん、あの皆さんご存知かわからないですけども、ちょっと、ね、そのお話をさせていただきますけども、あの宝塚の、ね、あの団員さんも、ちょっとそんなようなことがありね、ちょっとこう命を落とされたというようなね、あの、SNS でねちょっとね拝見しましたけども、やっぱり、うん、あの若い方というかね、学生さんでなくしてもですね、そういう有名な、ところに所属している方でもですね、ちょっとそういうようなあのいじめ問題というのはね、うん、あるみたいなもんですから、うん、ね、なかなかこれ難しいことですよね。また人がいろいろ集まるとね、うん、難しいですけど ね、うん、ね、こういったこうね、こういうことがなくなるっていうのもね、うん、なくす世界になっていくというか社会になっていくっていうのも、ね、願いですよね、うん、そうですね、うん、もうそれが本当一番ですよ ね、 ね、うん、はい、ということで、はい、エンディングです。来週のテーマはアルバイト。来週のテーマはアルバイトです。最初のアルバイトでもらった給料が嬉しかったなど、どんないろいろなあなたのアルバイトエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト
社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。なんかペーターさん、滑り筋 H1.9 って書いてあるけど、なんだろう、それ何何それ何何どんな筋なんだろう、それって新しい方ってことか、ね、元素記号とかそんな感じいや元素記号じゃない、新しい金の形だろうね、滑り金の形だ ね、あら、まあうん、であのさっき宝、あの何、沖縄は南部に一等が出たら次は中部、その次で北部っていうジンクスがあるんですって。あれ順番になってる、そうなの。あ、牛の牛乳のバーバーさん、こんばんは、うん、今帰宅ということで帰られたんです、ね、お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、うん、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。閉店ガラガラ。くださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとね、うん、今週エンディングに入るのちょこっと長かったからね、うん、エンディングの曲をちょっとね、あのいつもと違うところまで聴けてちょっと新鮮でした、うん、はい、今日のゴミ長かったよねびっくりしちゃったあ、今日は声が伸びやかだった、うん、今日いい声してたよ。でもね、今日実はヒゲがついてて、うん、ほんと喋りづらくて、はいはいはい、最後顎ひげ取りました。はい、ということで、来週も聞いてください。来週は普通の格好で出ます。 Yes.